いつもの出勤スタイル。車椅子に乗る起業家柿内俊也、会社を起こして7年になる。障害者や高齢者に対して無関心か過剰のどちらかなんですね。見て見ぬふりをしている内緒の何もしないゼロと、いやいやそこまではしなくてもいいですよといったおせっかい過剰なことまでしている。はい、お願いします。障害者や高齢者向けの接客研修が仕事、はいね、未体験の世界を障害者の目線で丁寧に教える、ありそうでなかった研修ビジネスは顧客の評判を呼んで時流に乗った。まちづくりのコンサルティングを依頼された。震災で全てを失った岩手県陸前高田市、復興コンセプトは誰もが住みやすい街。歩道の段差について柿内の意見。1段だったらこのように上がったりとか、あと後ろから押してもらうだけでなんとかなるんですよ。背中にみなぎっているのは未来を変える覚悟だろうか。歩けないから、車椅子だからできることもある。障害というのは時に見方を変えれば強みに、プラスに、価値に変わる瞬間もある。障害を社会の価値に変える、その道を作る。車椅子だと町のありさまがよくわかる。この程度の段差であれば小さいんで些細なものなんですけど、僕だったら普通にしたらこうやって突っかかるんですよね。毎回このように移動しなければいけない。でもこれ売ってるものを買ってつけるからこうなるんですよ。案外町のバリアフリーは障害者を置き去りにしている。障害に関心を寄せてもらうためのビジネスを始めた。ユニバーサルマナー検定。気をつけ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この日の受講者は中学1年生。歩けない私にとっての障害は何か。それは街中に段差や階段があることです。それではなぜ段差や階段があるのか。それは右利きの人の方が多いように歩ける人の方が多いからです。この社会の環境が障害になっているということです。はい、こちらをお願いします。50分の検定は学校で必修授業になることが決まった。私たち一人一人が今すぐ変えていけるものがあります。ハードを変えることができなかったとしても、皆さん一人一人のハート、心の部分を変えていくことは今すぐできることです。はい、じゃあ今日は現在ユニバーサルマナー検定合格者は6万人を数える。社会に必要とされるために何ができるのか、柿内はその答えを探し続けてきた。入退院を繰り返していた少年時代、生まれつき全身の骨が折れやすい難病だった。仲間を集め大学3年で起業をした。誰かの邪魔になる、迷惑になる存在なんだなと思った時に、何か大きなことをすれば自分のことを好きになれるんじゃないかなくらいの自信を持って人と社会と向き合えるようになるんじゃないかなくらいのところがスタートでしたね。東京、大阪、福岡にオフィスを構える。社名未来色には社会にいろんな色を描けていろんな道を歩める世の中を作るという意味がある。社員50名、全国に400社以上抱えるクライアントの期待を背負って、社長のスケジュールはがっつりフル回転だ。あとこれ漢方なんですけど、もう一切寝ずに仕事行かなきゃいけない日とかはこれ食べてとか、まあでも効能としては普通に需要競争、虚弱体質、肉体疲労。もうちょっとですね、もうちょっとです。ユニバーサルマナー検定を担当する講師、岸田博美も病気が原因で下半身が不自由。未来色の企業理念に打たれ入社をした。有名企業からの引きも切らない依頼は
社会の価値観が変わった証に違いない。大手量販店で時代を象徴する研修です。本おかま、実は私はもともとは堀川歩美ということで、女性としてこのように命を授かっていました。堀川は男性への性転換をしたトランスジェンダー。性の問題を抱える日本人は人口の 10% 以上いる。例えばですが、ペアリングを買いに行こうと同性カップルの方がなった時に、丸井グループさんのショッピングセンターに行きましたと、あれ男性同士2人、えどうしてだろうというような対応になってしまったら困るわけなんですね。ビジネスとは時流をつかむこと。未来路はその渦中にあった。新しい仕事を請け負った。公園を全ての人が使いやすいよう改修プランを立てる。これもどちらかというと車椅子ユーザーにとっては分かりやすいものの、何の問題もなさそうな案内板だが、健常者には低すぎるという。この案内板に関してはもうちょっと高さを上げた方がいいです。通路は車椅子の立場から見れば、タイヤがこのようにはまってしまって移動できない。誰にでも便利とはたやすくない。おはようございます。先日ありがとうございました。この仕事のクライアントは環境省。隔たりのないビジネススタイルが行政の目に留まった。私たちの知識の中ではコストがかかりすぎるっていうこともあるじゃないですか。そのいろんな情報があれば、あこの値段でできるのとか、あこの方法もあるのと、やれないことを実現に向けるっていうことも、どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。日本財団と共同事業を立ち上げた株式会社未来路より、日本初の情報アプリを開発したという。不安なく不自由なく外へ買い物に行ける、食事へ行ける、旅行へ行ける、そんな社会を実現できたと。町の情報を登録し、障害者の外出を支援するアプリ。例えば段差は3段階で評価。施設の設備情報は16項目。どこにも売っていないバリアフリーの地図を作る。今までこうあえてそれを見つけようと。記者発表のゲストにテレビのご意見番、大きめの人気タレント、うん、まさにマツコさんが通れるところは車椅子でも通れるということで。柿内はタイへ。バリアフリーの実態調査と、もう一つ、あのアプリの運用テストも兼ねていた。起業家の羅針盤は海外を指していた。日本で培ったものをできるだけ早く海外にはビジネスとして展開していけたらいいなと思います。ミャンマーはバリアフリーとは無縁の国だった。ここに生まれた障害者を思うと、込み上げるのは切なさとも怒りともつかない。日本はもう一人で移動できない場所ってほぼないんです。もう一人で移動できないってのは久しぶりでした。障害者団体から講演のオファーを受けた。人生の長さを変えることができなかったとしても、人生の幅はいくらでも変えることができます。障害があったからこそ、車椅子であったからこそ、出会えた人がいました。多くの気づき、学びがありました。皆さんには皆さんの時間があります。私には私の時間が。この長さは決められているかもしれない。しかし、この人生の幅を広げるのは自分次第です。いつか障害を社会の価値にする。それがきっと人生の幅になる。